キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お聞きくださりありがとうございます。羽鳥よりかずです。イエスは偉くなりたいと思っている弟子たちにご自分の身をもって大切なことを教えられました。今日は新約聖書マタイの福音書20章からイエスが教えられたことをお話しします。イエスがご自分がこれから十字架にかかって死ぬこと、そして3日目に蘇ることをあらかじめ弟子たちに語られた時のことです。イエスが蘇られると聞いて、イエスが王座に着くと勘違いした2人の弟子は、自分たちをイエスの王座の隣に座らせてくださいと頼みました。それを聞いた他の弟子たちは、抜け駆けだと怒りました。弟子たちは皆偉くなりたかったのです。それでイエスは、ご自分の十字架での死のことを気に留めない弟子たちに、まず偉くなることについて教えられました。イエスは、この世の偉い人たちの間違った姿をまず教えられました。この世の偉い人は、人々に対して横柄に振る舞い、権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。偉くなりたいと思う者は、人々に仕える者になりなさい。人々のしもべになりなさい。そしてイエスはご自分のことを弟子たちに言われました。私は仕えられるためではなく、仕えるために来たのです。このことを教えられたイエスは、この後、言われていた通りに、十字架にかかって死なれます。イエスはご自分から人々を救うために身代わりとなって十字架で死なれました。十字架で死なれるイエスを見た弟子たちは、3日目によみがえられたイエスに会い、イエスの言葉を思い出しました。イエスはご自分が仕えるものとなって十字架について死ぬことを教えておられたのです。イエスは人を救うために死んでくださったのです。これこそ究極の仕える者の姿です。イエスの十字架によって私たちは救われたのです。明日は日曜日です。イエス・キリストを礼拝するためにお近くのキリスト教会にいらしてください。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 990-8691 990-8691 山形郵便局支所箱72番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気ですか？岩井元です。第二月曜日の今日は旧約聖書のモーセの両親の神への信頼と知恵について学んでみましょう。エジプトで神の民イスラエルが増え強くなることを恐れたエジプトの王ファラオは助産婦たちに生まれたユダヤ人の男の子を即座に殺害するよう命じましたが、助産婦たちは王よりも神を正しく恐れ男の子を生かしました。そこでファラオは生まれたユダヤ人の男の子を皆ナイル川に投げ込むようにと命じたのです。それは
神の民にとって大きな試練でした。あるユダヤ人夫婦に男の子が生まれました。王の命令はすぐナイル川に投げ込むことでしたが、二人は3ヶ月間その男の子を隠しておいたのです。しかし、隠しきれなくなった時、彼らはパピルス製のカゴに歴性や樹脂を塗って防水をし、そこに男の子を入れ、ナイル川の葦の茂みにそっと置いたのです。その子の姉が見守る中、水浴びをするために来たエジプトの王女がそのカゴを見つけ、男の子を発見します。その時です。見守っていた姉のミリアムが住み出て、その子のために乳母を呼んでくることを申しているのです。許可を得た姉は自分の母、すなわち男の子の実の母親を連れてきました。聖書はこう語ります。ファラオの娘は母親に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私が賃金を払いましょう。それで彼女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなった時、母はその子をファラオの娘のもとに連れて行き、その子は王女の息子になった。王女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したからと言った。旧約聖書出エジプト記2章9節10節。この両親は神への信頼と知恵を用いて王女から賃金をもらって実の息子を育てることができたのです。そしてその息子に神を恐れる心を養っていきます。その子は王女によって水の中から引き出したものとしてモーセと命名されますが、彼こそ神の民イスラエルをエジプトから引き出すものとなるのです。これらのすべてのことの背後に神様の知恵とご計画があったのです。神様はあらゆること、いやすべてのことを働かせて益となることを私たちにしてくださいます。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は岩手世の光放送実行委員会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 020-0066 020-0066 森岡市上田三丁目 6-36 世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？板倉邦雄です。今日は神が清めたものという題でお話ししましょう。今日のお話の始めに、新約聖書が書かれた時代、紀元1世紀、ユダヤ人が外国人と接することは、現在の私たちが天皇陛下に個人的に面会を求める以上に難しかったということです。ユダヤ人からイエス・キリストの話を聞くことなど不可能でした。さて、ローマの百人隊長の使いがようやくヤッパの町に近づいていた頃でした。ペテロは祈りをするために屋上に登りました。昼の12時頃です。ところが彼はうとうとと夢心地になったのです。見ると天が開けて大きな色布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきました。その中にはあらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、また空の鳥などが入っていたのです。そして彼に、ペテロ、さあほふって食べなさい
という声が聞こえました。しかしペテロは答えました。主よ、それはできません。清くないものや汚れたものを食べたことがありません。すると再び声があって、ペテロにこう言いました。神が清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが3回もあって後、その入れ物はすぐ天に引き上げられました。外国人であったローマの百人隊長コルネリウスとユダヤ人であった使徒ペテロが会うためには、ペテロの方にこそ準備が必要でした。なぜなら外国人の住居に入るのは汚れることになるからです。市場で外国人の着物に触れたかもしれないと家に帰って水で手を洗ったほどでした。ましてや当時ユダヤを支配していたローマの百人隊長のところへ行くとなるとなおさらでしょう。ですから主なる神様はペテロに、今まで宗教的に汚れるとされた地上のあらゆる動物の混ざったシーツを見せて、料理して食べろと三度も言われたのです。天の神様はイエス様を信じる人なら誰でもどこの国の人でも受け入れようとしていることをペテロに示したかったのですね。神の作られたもので汚れたものなどはありません。神様にはエコひいきや差別、人々を分け隔てすることはないのです。神の作られたものは皆良いものです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号770-8691 770-8691 徳島中央郵便局支所箱46番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。福井誠です。継続は力なり、聖書を一日一日と読み進むなら、不思議にも自然に養われていくものがあるものですね。今日も聖書を開いてまいりましょう。歴代史第2、13章5節、塩の契約をもってと題してメッセージをお伝えいたします。イスラエルの神主が塩の契約をもってイスラエルの王国をとこしえにダビデとその子孫に与えられたことをあなた方が知らないはずがない。ソロモン王様以降、イスラエルは北側と南側の2つの王国に分裂していきます。そして北側ではヤロブアムが、南側ではレハブアムが王様となりました。ヤロブアムにレハブアム、よく似た名前です。ヤロブアムはヘブル語で民は増えるを意味し、レハブアムは民は増え広がったを意味します。ソロモン王の後、新しく民が増えた信仰勢力となったヤロブアムに対して、ソロモン王から増え広がったイスラエルを継承したレハブアム、当時の王様のイメージが重なる言葉なのですね。さて、このヤロブアムの時代、南側ではレハブアムからその子アビアに王位が継承されていきます。そしてアビアはヤロブアムに戦いを望みました。しかし南側のアビアの軍隊は40万、北側のヤロブアムは80万と力の差は歴然としており、アビアの軍隊はヤロブアムの軍隊に挟み撃ちにされ、絶体絶命の危機に陥っていくのです。けれどもアビアが誠の神を呼び求めると、神はアビアに味方し、ヤロブアムを打ち破ってくださったというのですね。
その時になぜ神がそのような勝ち目のない戦いでアビアを助け出してくださったのかを説明するのが、ダビデの子孫に与えられた塩の契約という言葉です。かつて神はダビデにその子孫を永遠に守り祝福される約束を交わされましたが、アビアはその約束が今の自分にも有効である。というのも、腐敗を起こさない塩と一緒に交わされた永遠に変わることのない塩の契約だったからだと言っているわけです。そして神は確かにその約束の真実さをこのエピソードで示されました。ここで思い出すべきは、イエス・キリストが十字架上で私たちのために神と交わされた罪の許しの契約です。キリストのゆえに私たちは神と和解し、神の祝福を受けるものとされたという約束です。それは今も信じて受けるべき永遠に変わらない塩の契約なのです。では、良き一首を祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号530-8692、530-8692、支所箱215番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか？大島茂典です。聖書には実会と呼ばれる神と人との間に結ばれた約束があります。実会をはじめとした聖書の言葉は、人間を縛りつけるものではなく、自由へと導くための言葉なのです。実会第9回には、隣人に対して偽証してはならないがあります。この戒めは個人的な陰口や悪口をも戒めるものです。では偽りの証言ではなく、私たちが口にすべき言葉とは一体どのような言葉なのでしょうか？パウロという人は新約聖書で、悪い言葉を一切口から出してはいけません、ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさいと語りました。この役立つ言葉という表現は、神様に対して用いられるときは賛美する言葉という意味で訳されます。そして人に対して用いるときは祝福する言葉として訳されています。つまり、偽りの証言などの悪い言葉を口にするのをやめた後、私たちが口にするべきなのは、神様を褒めたたえる賛美であり、人間関係の中で互いに祝福を語り合う言葉です。私たちの口から出る言葉を賛美の歌とするのです。その時に、慰めと励ましに満ちた言葉で生きることとなるのです。また、徳を養うという表現は、家を建てる時の言葉で、教会を建て上げる表現で用いられます。つまり私たちが口にすべきなのは、悪口陰口ではなく、交わりや人間関係を建て上げる言葉を語りなさいということです。私たちが日々人間関係を立て上げる言葉で語ることを養われていくのであれば、悪口や陰口に慣れて偽りの証言をすることの逆のことが起こります。お互いを立て上げる言葉を身につけていった人は、その人の生きている社会と世界、家族に対して恵みと優しさをもたらす人となります。第9回は、優しい言葉をかける人となりなさいと、私たちを光の生き方へと、自由をもたらす生き方へと促しているのです。私たちが傷ついているとき、私たちを慰め、励ましてくれた人のことを忘れることができないでしょう。私が激しく落ち込んでいたときに、友人が、俺はシゲの味方やからなと言ってくれたとき、心がどれだけ明るく、どれだけ温かくなったでしょうか。イエス様の言葉は、
私たちを慰め、私たちを力づけてくれます。あなたを愛している。あなたがいてくれて嬉しい。私はあなたと共にいる。イエス様の言葉が今朝もあなたに鳴り響いています。この愛の言葉に力づけられ、私たちも愛の言葉を言うものへと変えられたいと思います。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、東海福音放送協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 464-0044 464-0044 名古屋市千種区自由が丘 2-10 世の光センターです。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか？関根博之です。イエス・キリストはこの中で一番偉いのは誰かと議論していた弟子たちにこのように語られました。マルコの福音書10章45節、人の子も仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。人の子とはイエス様ご自身のことですね。天の御国で一番偉い方は一体誰でしょう？もちろんそれはイエス様です。そのイエス様が神の栄光をかなぐり捨てて人となって仕えるために来てくださったと聖書は教えています。そして多くの人のための贖いの代価としてご自分の命まで与えてくださったと記されていますね。ここで言われている贖いの代価とはちょっと難しい言葉ですが、奴隷を自由にするための身代金を表す言葉なんです。実は聖書は人は皆罪と死の奴隷状態にあると教えています。不自由の中にいるのだというわけですね。でもイエス様がご自分の命を贖いの代価として支払ってくださったので、私たちは罪と死の力から解放されて自由になることができると約束してくださっているんです。さらにイエス様はその自由を特別な限られた人のためではなくて多くの人のために贖いの代価を払ってくださったと記されていますよね。具体的にはイエス様が十字架についてくださったということを通してこの大きな恵みを知ることができるんです。イエス・キリストは罪など一つもありませんから十字架につけられる理由がありませんね。しかし私たちの罪を背負って、ご自分の命と引き換えに私たちの罪を許すために十字架についてくださいました。イエス・キリストが仕えるために来たとあるのは、ご自分の命をかけて一人一人に救いを与えるためでした。聖書は、誰でもイエス・キリストを救い主として信じ、イエス・キリストが十字架で私たちの罪をあがなってくださったという事実を感謝して受け入れるなら、罪の許しと永遠の救いを得ることができると約束しているのです。私たちはイエス様の姿の中に、しもべの生きた模範を見ることができます。人は神のようになって、すべてを支配したいという高慢な思いを持つことがありますが、それは混乱と分裂と破壊を生むだけです。でもイエス様は神であられる方なのに、罪ある私たちを愛し、徹底的に仕えてくださいました。そこに救いが開かれていくのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。
また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は中国地方放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 734-8601 734-8601 広島宇品郵便局支所箱6番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お聞きくださりありがとうございます。羽鳥よりかずです。聖書は実際にあった事実の出来事を通して人の本当の姿を語ります。それは私たちと無関係なことではありません。今日は聖書に記録されているイスラエルの王の代替わりの時のことをお話しします。日本では天皇の代替わりが平穏のうちに行われました。しかし旧約聖書のサムエル記に記されている王の代替わりはそうではありませんでした。イスラエルの二代目の王が立てられる時、イスラエルに争いが起こりました。サウル王が死んだ後、ユダ部族はダビデを王として立てました。一方サウル王の部下であったアブネルはサウルの息子を王として立てたのです。こうしてダビデの家とサウルの家の争いが始まります。はじめそれぞれ代表戦士が出て一騎打ちをして勝敗を決めようとしました。その戦いは壮絶を極め、ヨアブがアブネルたちを打ち負かしました。しかしそれで戦いは終わりませんでした。ヨアブは負けたアブネルたちを討伐します。逃げるアブネルは、その途中でヨアブの弟であるアサエルを殺してしまいます。王となったダビデは、サウルの家と和解しようとしますが、ヨアブはアブネルを殺してしまいます。ヨアブはアブネルを許せなかったのです。そしてヨアブ自身も、最後に、ダビデ王の後継者争いの中で殺されてしまいます。イエスの言葉を思い出します。剣を取る者は皆剣で滅びます。また新約聖書のヤコブの手紙のこんな言葉も思い出します。あなた方の間の戦いや争いはどこから出てくるのでしょうか。ここから、すなわち、あなた方の体の中で戦う欲望から出てくるのではありませんか。妬みや利己的な思いのあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがある。自分の心に手を置いて反省したいと思います。聖書は私たちの本当の姿を教え、そしてイエス・キリストによる救いを教えてくれています。明日は日曜日です。聖書の教えを聞くためにお近くのキリスト教会にいらしてください。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 910-8691 910-8691 福井中央郵便局支所箱9番世の光です。
ト協会がお送りする世の光。世の光の時間です。お変わりありませんか？岩井元です。第一月曜日の今日は詩編107編の中盤から神の言葉による癒しと回復と題して、神の恵みに生かされる人生に心を留めてみましょう。神の民イスラエルが通った苦しみの一つにバビロン捕囚がありました。バビロン捕囚とは、神の民イスラエルが自分たちの罪のゆえに新バビロニアによって滅ぼされ、捕虜として敵国に引いていかれたことを示しています。しかし敵国にあって彼らは神様に向かうようになり、約束の地に戻るようになったのです。この詩編107編はバビロン捕囚から帰還した人々に対し、主が危機に際して恵みを示されたことに感謝するよう呼びかけている詩編です。しかしその感謝の背後には苦しみを通ったうめきがありました。私たちの人生の苦しみやうめきは神様への祈りへと私たちを招きます。そして神はその祈りに応えてくださるのです。今日の詩編をお読みします。愚か者は自分の背きの道のため、また咎のために苦しみを受けた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は御言葉を送って彼らを癒し、滅びの穴から彼らを助け出された。主に感謝せよ、その恵みのゆえに、人の子らへの苦しい御業のゆえに。旧約聖書詩編107編17節19節から21節。聖書が語る神は人の罪を裁かれます。あえて私たちをその罪ゆえの苦しみに合わせます。バビロン捕囚もその一つでした。しかし神は私たちをその苦しみの中で取り扱い、悔い改めや祈り、叫びへと導かれるのです。そして苦悩から救い出されるのです。その助けの中心は神の言葉、御言葉を彼らに送り、彼らを癒し、滅びの穴から助け出すことだとこの詩編は語っています。神の言葉こそ私たちの心も魂をも癒し、誠の助けと救いを与えるのです。苦難と裁きの中でこそ神は愛と恵みの言葉を届けてくださいます。そしてその助けを受けた私たちは神への感謝に向かうのです。すべてのことを感謝する秘訣は神への信頼です。苦難を通る中でも愛と恵みの神の言葉を受け、神に感謝を捧げることができるからです。そして感謝はあなたの人生を変えるのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691 770-8691、 徳島中央郵便局支所箱46番世の光です。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？板倉邦夫です。今日はコルネリウスという題でお話ししましょう。今私たちはペテロの巡回伝道旅行を学んでいます。さて、地中海の海沿いの町カイサリアに住んでいたローマのイタリア隊の百人隊長コルネリウスとペテロは出会うことになります。さて、カイサリアは当時ローマ総督の管轄でした。
コルネリウスはイタリア隊と呼ばれた部隊の百人隊長でした。彼は信心深く、家族一同と共に神を敬い、人々に数々の施しをして、絶えず神に祈りをしていました。コルネリウス隊長はまだイエス様を知り、信じてはいませんでしたが、清潔で親切で正直で何よりも信心深い人でした。彼は外国人でしたが、旧約聖書を読んだり、ユダヤ人の敬虔な信仰生活を見て、ユダヤ人の宗教に心惹かれていたのではないかと思います。さて、そのコルネリウスが毎日規則正しく三時の祈りの時に祈っていますと、神の使いが彼のところに来て、コルネリウスよと呼ぶのを幻の中ではっきりと見たのです。私たちは祈る動物です。毎日規則正しく祈る習慣の中で、天の神様とコンタクトを持てるのです。そして神に守られ、導かれ、恵みと祝福をいただけるのです。コルネリウスは神の使いを見て恐ろしくなり、主よ、何か用ですかと答えました。すると使いは言いました。あなたの祈りや施しは神の御前に届いて覚えられている。今、ヤッファに人をやって、ペテロと呼ばれるシモンという人を招きなさい。コルネリウス隊長は、しもべ二人と部下の中で、信心深い兵士一人を呼び、ヤッファへ送り出しました。私たちが、人知れずこの地上で捧げる祈りと施しは、天の神に届いているのですね。そして天の神にしっかり覚えられているということです。八木重吉の祈りの歌を紹介しましょう。病床での歌です。何はともあれ、私は死ぬる瞬間まで生きるという努力を捨てない。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 530-8692 530-8692 支所箱215番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか？福井誠です。継続は力なり、聖書を一日一日と読み進むなら、不思議にも自然に養われていくものがあるものです。今日も聖書を開いてまいりましょう。歴代史第2、6章35節から、言い分を聞き入れてやってくださいと題してメッセージをお伝えいたします。天から彼らの祈りと願いを聞いて、彼らの言い分を聞き入れてやってください。今日の箇所は、イスラエルの偉大なソロモン王が、神のために神殿を建て上げ、その奉献式を行っているところです。奉献式の際の詳細な祈りが収録されています。まず、開口一番に、ソロモンはこう語りました。主は、国運、黒い雲と書きますが、国運の中に住む。それは当時のイスラエル人の間にはよく使われたフレーズだったのでしょう。つまり国運と訳された言葉はヘブル語でアラーフェル。それは雲が厚く重なった暗さをイメージし、イスラエルの人々には特別な体験を思い起こさせる言葉でした。つまりかつてイスラエルの民は、
奴隷として虐げられたエジプトから脱出し、約束の地カナンに戻る前にシナイ山に立ち寄ったことがあります。その時彼らはシナイ山を覆う国雲の中に自分たちを救い出した神の臨在を体験したのです。実に神は近づきがたい恐れ多い方でありつつも、私たちの側に臨在され祝されることを彼らは知り、それを子子孫孫に伝えてきたわけですね。そこでソロモンは、まずかつてシナイ山でイスラエル人が体験したように、今日この神殿にも迫力を持って神様が紛れもなく臨在してくださるようにと願ったわけです。そしてソロモンは続けて神様が4つの機会に応答してくださるようにと、民を代表して鳥なしの祈りを捧げています。一つは、人が罪を犯し苦しむとき、また自らの落ち度によらぬ天災などに苦しめられるとき、さらに人が敵と遭遇しチャレンジを受けるとき、そして最後に敵に敗れ苦しむとき、つまりあらゆる機会に神殿に臨在される主を信頼し祈るならば、それに応じてくださるようにということです。実にこの神殿の機能は今日の教会に受け継がれていると言えるでしょう。イエスは、神の家は祈りの家と呼ばれると言いました。神が臨在し、神が私たちの祈りに応じられる教会があるのですから、その教会へ行きたいものですね。では、良き一週を祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、東海福音放送協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 464-0044 464-0044 名古屋市千種区自由が丘 2-10 世の光センターです。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島茂典です。聖書には実会と呼ばれる神と人との間に結ばれた約束があります。実会をはじめとした聖書の言葉は、人間を縛りつけるものではなく自由へと導くための言葉なのです。実会の第9回は、隣人に対して偽証してはならないです。第9回が光を当てているのは、裁判や公の場での偽証の禁止だけではなく、個人的な陰口や中傷、噂を流すことも禁止しています。なぜなら日々嘘をついていると、大切な証言の際にも裁判で嘘をつく体質に慣れてしまうのだということです。いざ証言をするという時には、日常をどのように生きているかが現れます。実会第9回は、社会的な倫理性を形成するためには、個人的な倫理的生活が整えられていることが大切であることを示します。個人の倫理性が社会的倫理判断を作り上げていくこととなるからです。宗教改革者ルターは、誰でも隣人の良い噂より悪い噂を聞きたがるのは悪い病気であると言いました。またカルバンは、隣の家の蔵が崩れる音ぐらい気持ちの良い音はないとも言いました。いつの時代も他人のあらを探すことに心を傾けることは変わらないのでしょう。人の抱えているものを暴露するという毒のある楽しみがあるのです。悪口陰口ということは、それだけを見れば嘘はついていないということになるかもしれません。またそこには、確かに悪く言われるだけの事実があったかもしれません。しかし本人のいるところでは言わず、本人のいない陰で言うのは、本人の弁明を認めない証言となります。さらに、悪口陰口が言われている人間関係の場所に身を置くと、自分のいない時には
ここで自分についてどんなこと言われてるんだろうかという疑心暗鬼がその人間関係にもたらされます。本人に面と向かって言わずに陰で言われる言葉の持つ残酷さは、言われている側の心に深い傷と血を流させることとなります。悪口陰口は正直な交わりの形成がなされることを阻む力となります。私たちは愛と真実を口にしたいと思います。信頼を形成する言葉を口にしたいと思うのです。イエス様がそのようにされたように、イエス様の言葉は人を立て上げる言葉でした。聞く者に慰めをもたらしました。生きる力をもたらされたのです。私たちが朝にこのラジオで聖書の言葉を聞く理由は何でしょうか。それはイエス様のような言葉を語れるようになるためにです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は中国地方放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 734-8601 734-8601、広島宇品郵便局支所箱6番世の光です。がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根弘之です。福音書を読んでいくと、イエス・キリストの弟子たちが何をいつも議論していたかがよく分かってきます。それは誰がこの中で一番偉いのかという議論でした。そんな弟子たちにイエス様はこう言われました。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものは皆のしもべになりなさい。ある方はこういう言葉を聞くと、いや、私は偉くなりたいなどと思っていないので、このイエス様の言葉は関係ないですね、そう感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。しかし、この偉くなりたいと訳されている言葉には、この上ない人生を送りたいというような意味もあるんです。この上ない人生を送りたいと誰もが思いますよね。イエス様は、もしあなたがこの上ない人生を送りたいなら、権力を振るう生き方や威張り散らす生き方ではなく、仕えるもの、しもべになれと言われたのです。それでは、仕えるもの、しもべになるとはどのようなことなんでしょうか。聖書はどう教えているのでしょう。体のことを少し考えてみましょう。もし体の器官が自己主張したり、自分勝手なことをし始めたらどうでしょうね。口がこれ以上食べ物をただ噛んで飲み込むだけじゃ物足りないと言ってボイコットをしたら、栄養は体に入っていきませんね。手が足に向かって必要ないと言ったらどうでしょうか。体の健康は、それぞれが自分の役割を知り、それぞれが使えることに徹していくときに健康が保たれていくんですね。そして、どんな小さな器官も必要でないものなど何一つないのです。私たちは、それぞれが体の器官の一部のような、そんな存在なんですね。それぞれの個性も性格も違います。できることも皆違います。ですから、決して人と比べないでください。あなたは、あなたでなければならない大切な大切な存在一人なんです。時々、いやー、私は何もできないと思うことがあるかもしれませんね。でも、あなたの小さな笑顔が、ほんの一言が、励ましや慰めをもたらしていくんです。私たちは、この世に生かされている限り、生涯現役のしもべです。
この上ない人生を送りたいと思うなら、しもべになりなさいとイエス様はおっしゃっています。愛を持って互いに仕えながら、そんな人生を送らせていただきましょう。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号910-8691 910-8691 福井中央郵便局支所箱9番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか？福井誠です。継続は力なり。聖書を一日一日と読み進むなら、不思議にも自然に養われていくものがあるものですね。今日も聖書を開いてまいりましょう。歴代史第20章12節、ただあなたに目を注ぐのみですと題してメッセージをお伝えいたします。私たちの神よ、彼らを裁いてくださらないのですか？攻めてくるこの大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいのかわかりません。ただあなたに目を注ぐのみです。皆さんは歴代史を読んでどんなところが面白いと思いますか？私などは歴代史がソロモンのように知恵に秀でたり、ダビデのようにカリスマ性のあったりする偉大な王についてはそれほど関心を向けず、非常に平凡なヨシャファテのような王様のエピソードを詳しく取り上げるところですね。歴代史の著者は、器の小さい彼もまた神様に愛されて、神にその祈りや願いを聞き入れられて祝福されたと、力のこもった書き方をしているのです。そのヨシャファテ王ですが、彼はある時、アンモンとモアブの連合軍の大軍に迫られて窮地に陥っています。そんな時にダビデ王でしたら、ダビデは主の名によって奮い立ったとかっこよく書かれるところでしょう。しかしヨシャファテの場合は、彼の言葉が次のように記録されています。私たちの神よ、攻めてくるこの大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいのかわかりません。ただあなたに目を注ぐのみです。なんとも格好の悪い言葉ですね。弱腰でダビデのような野性的な、何としてもこの窮状を打開してみせるぞという気概が感じられませんね。けれどもそこがとっても良いのです。私は好きですね。非常に不器用に、ただあなたに私たちの目を注ぐのみですと、ありのままに助けを求める。そんなところに信仰の模範としてのハードルの低さを感じます。ヨシャファテと同じように祈ってみようという気持ちにさせられるのです。歴代史の著者が狙っているのもそこなのでしょう。凡人にこそ、いや弱い者にも分け隔てなく答えてくださる神様がいることを覚えたいものです。では良き一生を祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では
分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691 770-8691、 徳島中央郵便局支所箱46番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島重則です。聖書には実会と呼ばれる神と人との間に結ばれた約束があります。実会第9回は隣人に対して偽証してはならないです。実会第9回はもともと裁判での偽りの証言をしてはならないという意味がありました。しかし個人的にも悪口陰口を言うのではなく、互いを立て上げる言葉を語り合うようにと自由への指針を与えてくれています。では人間関係を立て上げる言葉とは何でしょうか。聖書には互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分よりも勝っていると思いなさいという言葉があります。ここの箇所をノルウェー語の聖書訳を日本語で直訳すると、互いに褒め合うことを競争しなさいとなると聞いたことがあります。時に私たちの周辺では褒めるとつけ上がると言われるのを聞くことがあります。しかし事実がそうでないのに言うのは褒めているのではなく、おだてるということです。確かに事実がそうでないのにおだてることは間違いでしょう。しかし私たちは相手にきちんと言葉で感謝をし、その人の労がねぎらわれ、報われ、褒められることは必要なことです。なぜならば私たちの信じている神様は、よくやった、良い忠実なしもべだと私たちのわずかな奉仕であってもねぎらい、励まし、褒めてくださる神様だからです。どんなことであってもやって当たり前などということは何一つありません。なされた親切や優しさ、働いた労働や懸命な努力はねぎらわれ、感謝の言葉を聞くべきです。するとそのように褒められ、ねぎらわれた場所で育った子供は、自分を偽って大きく見せたりする必要がない、安心した交わりの中で、安定した人格として成長していく機会が与えられます。それは大人になっても同じことです。偽りの言葉、陰口、悪口が周りにあると、私たちは緊張を強いられます。偽証しない交わりを形成するために、私たちが必要なことは、疑心暗鬼や不安を生み出す悪口と陰口を捨てて、安心して過ごすことのできる褒め合う関係を築き上げなさいと、第9回は語ります。そうするときに、そこには自由なる、伸びやかな空間が生まれます。私たちの家族、職場、友人関係が、そのような言葉に満ちていくならば、第9回の願う自由に満ちた関係が生まれていきます。誰かを褒める言葉を今日一つでも言いませんか。そこには笑顔が一つ生まれます。そんな社会になっていくことに私たちも今日貢献していきたいと思います。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 530-8692 530-8692、 支所箱215番、世の光です。
会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根弘之です。イエス・キリストがエリコの町にやってきた時のことでした。大勢の人がイエス様を見ようと集まってきました。その中にザーカイという人がいました。ザーカイというこの名前はヘブル語で清いものという意味があります。ユダヤ人の伝統的な名前の一つなんですね。そしてこの人は主税人の頭でした。主税人とはローマ帝国のために税金を取り立てる徴税請負人です。ローマ政府に雇われている人ですね。当時ユダヤ人たちは主税人をローマの犬、汚れた罪人と呼んで、神の救いを受けることなど決してできない人間だとみなしていました。イエス様がこのエリコの町に来られた時、ザーカイもイエス様を見たいとやってきましたが、群衆はここぞとばかり背の低かったザーカイを無視し、阻害し、押しのけてしまいました。そこでザーカイはすぐ近くのイチジクグアの木に登って、向こうからやってくるイエス様を見ていたんです。そんなザーカイにイエス様は、ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてやるからと呼びかけられたのです。ザーカイは驚きました。なんで私の名前を知っているんだろう。名前を知っているということは、私の職業も、そして私が今までしてきたことも全部知っておられるに違いない。それなのになぜ親しく呼びかけてくださるのだろう。そう思ったと思うんですね。イエス様の最も短い愛のメッセージは、あなたの名を呼ぶということです。旧約聖書イザヤ書43章には、恐れるな、私はあなたの名を呼んだとあります。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると記されています。イエス様はザーカイを批判したり、ザーカイを追い払ったりすることをしませんでした。ザーカイの名を呼んで、急いで降りてきなさいとご自分のもとに招いてくださいました。そして、今日はあなたの家に泊まることにしてやるからとイエス様は言われたんです。実はここに福音の良き知らせの本質が示されていると思うんですね。福音とはイエス様があなたのことをすべてご承知の上で、あなたの名を呼び、あなたの家、つまりあなたの人生のただ中に来てくださるということです。そしてそれは神様が永遠の昔から計画してくださっていたことなのだと聖書は教えているんですね。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は東海福音放送協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 464-0044、 464-0044、 名古屋市千種区自由が丘 2-10 世の光センターです。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お聞きくださりありがとうございます。羽鳥よりかずです。神はイスラエルの王サウルの次の王としてダビデを選ばれました。そのダビデに神は素晴らしい約束を与えられました。あなたの王座は常しえまでも固く立つ。これはダビデが王の立場を全うするだけでなく、ダビデの後もダビデの家系がずっと王となるという約束です。今日はその神の約束の通りに、ダビデの王権が
確立されたことを語っている旧約聖書サムエル記からお話しします。聖書はまずダビデの活躍ぶりを語っています。ダビデはペリシテを討ち屈服させ、その領土の一部を奪い取りました。そしてモアブを討ち彼らを従わせました。さらにダビデは勢力を回復しようとしたツォバを討ちました。また強敵であるアラムとエドムをも打ち倒したのです。これらのダビデの活躍の記述の後で、聖書は神がダビデの行く先々で彼に勝利を与えられたと語っています。ダビデの勝利は神によって与えられたのです。次に聖書は外国との戦いで得た分取り物のことを語っています。ダビデは非常に多くの貴金属を奪い取りました。彼はそれらをすべて神に捧げたのです。こうしてダビデは全イスラエルを治め、その王権を確立したのです。聖書はこのようにダビデの王権が確立したのは神が成し遂げられたことであると教えています。神はダビデへの約束を守られたのです。そしてダビデは神の約束を信じ、神のために行動したのです。さらにダビデの王座を常に固く立てるという約束は、イエス・キリストによって成し遂げられました。イエスはダビデの子孫としてお生まれになり、人々を救うために十字架にかかって死なれたのです。旧約聖書イザヤ書は、このことを、主の熱心がこれを成し遂げると語っています。ダビデへの約束を成し遂げられた神は、平和の王、救い主イエス・キリストによる救いを成し遂げてくださったのです。明日は日曜日です。神が成し遂げられたキリストによる救いを知るために、お近くのキリスト教会にいらしてください。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、中国地方放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 734-8601 734-8601 広島宇品郵便局支所箱6番世の光です。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お変わりありませんか？岩井元です。第4月曜日の今日は、己のごとく人を愛した永井隆について学んでみましょう。永井隆は明治41年島根県松江市で医者の家庭に生まれました。医師を志し、旧制松江中学高校に進みます。その高校時代に恩師松原武雄氏から初めて聖書が語るキリストの福音を聞きます。その後長崎医科大学に進みますが、その時下宿した家が後に妻となる緑の実家であり、その家は隠れキリシタンの末裔だったのです。神に信頼して歩む家庭のぬくもりを永井はそこで経験します。大学の卒業式直前に永井の急性中耳炎が悪化し、命の危険が襲う中、周りのクリスチャンの犬に支えられ、癒されたことも忘れられない経験でした。自分の存在の限界を知るとともに、聖書を語る神は生きておられ、祈りに応えてくださる方だと心に刻んだ時だったのです。永井はひととき、軍医として従軍します。戦争が生む様々な痛み、人間の罪の姿とも永井は向き合ってきたのです。
その中でも彼は痛みを抱える方に寄り添い続けました。軍医の働きを終え、帰還し、長崎医大に勤務します。その中で永井は、天地万物を創造された神様の前に自分の罪を悔い改め、キリストを救い主として信じ、洗礼を受けました。彼の歩みの背後には、多くの方々の祈りがあり、学生時代にすでに出会っていたキリスト者、緑と結婚しました。自分の使命として永井は、放射線医学を研究しました。研究熱心な彼は、当時、不治の病と言われていた結核を研究し、一日に何百人ものレントゲン写真を撮る無理が重なり、37歳の時、白血病にかかってしまいます。しかし、その後も、病気の体を押して熱心に治療と研究を続けていくのです。キリストの命がけの愛を受け取っていた永井は、自分の身を削りつつ病む方々をケアし、医療を通し寄り添い続けたのです。それはキリストの愛と恵みに基づいたものでした。聖書の言葉、あなたの取られ人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。新約聖書マルコの福音書12章31節。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 910-8691 910-8691 福井中央郵便局支所箱9番世の光です。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？板倉邦夫です。今日は殻を破るという題でお話ししましょう。私たちが住んでいる地域や家庭、学校や職場、そして教会にもそれぞれの伝統やしきたりがあって、その殻を破り、そこから抜け出すことは大変なことです。使徒の働きの10章の続きです。さて、ペテロは立ってコルネリウス隊長の使いの人たちと一緒に出かけました。百人隊長コルネリウスは親族や親しい友人たちを呼び集め、ペテロ一行を待っていたのです。殻を破るためには、まずペテロのような指導者が神からの幻ビジョンを見なくてはなりません。そして信仰による第一歩を仲間たちと踏み出すことではないでしょうか。そこで集まっている人々の前でペテロは率直に語りました。あなた方外国人もよく知っている通り、ユダヤ人が他国の人と交際したり家に出入りしたりすることは昔から禁じられています。ところが神はどんな人間をも清くないとか汚れていると言ってはならないと私に示してくださいました。そこで伺いますが、どういうわけで私を招いてくださったのですか。すると百人隊長コルネリウスが答えました。4日前のことです。私が自宅で午後3時の祈りをしていますと、突然輝いた衣を着た人が前に立って申しました。コルネリウスよ、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の御前に覚えられている。そこでヤッファに人を送って、
ペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人は川なめしシモンの海沿いの家に泊まっている。そこで早速あなたをお呼びしたのです。ようこそおいでくださいました。今私たちは主なる神があなたにお告げになったことを残らず伺おうとして、皆神の御前に集まっています。殻を破るためには一方だけではなく、お互いが神様からの夢、幻を分かち合うことではないでしょうか。ペテロは今までのユダヤ人の伝統やしきたりを破ってまで外国人であるコルネリウスを訪ねました。それは外国人にイエス・キリストが伝えられるためでした。そして私にもあなたにもイエス・キリストが伝えられているのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 990-8691 990-8691 山形郵便局支所箱72番世の光です。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。福井誠です。継続は力なり。聖書を一日一日と読み進むなら不思議にも自然に養われていくものがあるものですね。今日も聖書を開きましょう。歴代史第2 27章6節、自分の道を確かなものとしたと題してメッセージをお伝えいたします。ヨタムは勢力を増し加えた。彼が自分の神、主の前に自分の道を確かなものとしたからである。先週に続いて、器の小さい王様のお話が続きます。今度はヨタムを、彼は神に大いに祝福されました。その理由は、彼の神、主の前に自分の道を確かなものとしたからであるとあります。つまり彼は主に従うことを第一とし、自分の道を正したのです。実際のところ、ヨタムの生涯は短く、その統治期間もあまり長くはありません。けれども、山室軍兵という救世軍と呼ばれている団体の牧師であった人が、前世は長生に勝ると言いました。そのように、どれだけ長く生きたかではなく、どのように生きたかが大切ですね。そのような意味で、ヨタムはただ長く生き延びたのではなくて、短くも神の前に正しい人生を選び取り、ユダの国を繁栄に導いたのです。そこでラジオを聴いている皆さんに問いかけたいことは、このヨタムのエピソードを収めた歴代史を最初に読んだのは誰か、そしてその読者は何を考えたかですね。ヨタム王以降、やがてユダの国はバビロンという国に滅ぼされて、多くの人が捕虜となってバビロンに連れ去られていきました。その後彼らはイスラエル再建のために祖国に戻ってきます。歴代史はその人々に向けて書かれたものですね。惨めな敗北の過去を背負いながら、新しく祖国を再建しようとした人々に向けて書かれたのです。ですから彼らは、この歴代史を開いて、神の前に自分の道を確かなものとしたヨタムが神の祝福を受けたことを知り、考えさせられたことでしょう。前世は長生に勝る。短くも神の前に正しい人生を送るならば、そこに神の祝福もあるではないかと。
この言葉に彼らが立って、やがてイスラエルの再建が実ったことは言うまでもありません。あなたも主の前に自分の道を確かなものにしていませんか。では良き一首を祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は岩手世の光放送実行委員会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 020-0066 020-0066 盛岡市上田三丁目 6-36 世の光です。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島重則です。聖書には実会と呼ばれる神と人との間に結ばれた約束があります。実会第9回は、隣人に対して偽証してはならないです。それでは、自分は正直に生きている、自分は嘘をついていませんと言い張る人は、第9回の違反はしていないのでしょうか。しかし本人の気がついていない自分の正当性をのみ主張する正義感ほど立ちが悪いものはありません。第9回は、隣人に対してという言葉があることを私たちは忘れてはいけません。第9回は、自分が正直であることへの自己満足を目的とはしていません。第9回は、自分の正しさを言い張るための道具ではなく、隣人に対しての自らの在り方を問うているのです。私たちは、事実に即した言葉であるかよりも、愛に満ちた真実が含まれているかということを問うべきです。私たちが語る言葉が真実に忠実であろうとするならば、私の語る言葉が誰に語るかに応じて違ってきます。真実な言葉は硬直した言葉ではなく、私たちの生活の中に生きて働く優しさを伴った言葉であるはずなのです。ある人がこう言いました。真理は常に当惑している隣人の事情を考えて探求され、証言されるものである。真理は自分に好都合なものではない。真理は第9の戒めの中にあるのであって、キリストの光の中にある。すなわち、愛へと向かう方向づけの中にあり、それは隣人の事情を考慮することを意味する、と語りました。実会第9回の語る真理こそ、キリストの光、イエス様の愛の方向づけがあるのかということを問うのです。いくら正しいことを言う場合も、いや、正しいことを言おうとするときにこそ、今私の動機は愛から始まっているのかということを考える必要があるのです。第9回は、隣人に起こっている事柄や事情を無視し、原理原則論で裁き、訴えることもまた許していません。私は牧師をしていますが、牧師には守秘義務があります。そこでいくら教会員に、先生本当のことを言ってくださいと突きつけられても、選び取らなければならない沈黙があるのです。その時、むしろ自分が非難を受け、恥をかかされたとしても、信頼を失いそうになったとしても、孤独に秘密を守らなければならないこともあるのです。これは先に挙げた隠蔽や自己弁護の言い訳とは全く違うものです。今朝、私たちの正しさが隣人への愛の光の中にあるものとなりたいと思います。今日も私たちのいかなる言動の動機も愛となるようにお祈りしましょう。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、
分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691 770-8691、徳島中央郵便局支所箱46番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根博之です。イエス・キリストがエリコという町にやってきた時のことでした。大勢の人がイエス様を見ようと集まってきました。その中に町一番の嫌われ者の主税人ザーカイという人は、木の上に登って向こうからやってくるイエス様を見ていました。するとなんとイエス様は、このザーカイに向かって、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてやるから、と言われるんですね。彼はびっくりして急いで木から降りてきて、大喜びでイエス様をお迎えしたんです。それは単に家に泊まっていただき接待したという以上のことを実は示しています。自分の家、つまり自分の一番大切な場所にイエス様に来ていただいた、お迎えしたということなんですね。イエス様をお迎えしたザーカイの人生は、実はここから一変していきます。ザーカイは、主よご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰からか脅し取ったものがあれば、4倍にして返します。そのように告白し始めたんですね。今までの愚かな行為を反省するだけではなく、その償いをすること、また人々に自分の財産を分け与えることを約束していったんですね。ザーカイは決して強いられてでもなく、いやいやながらでもなく、自発的にこのことを言い出したんです。私はこう考えるんですね。人はありのままを受け入れられたら、もはやそのままではいられなくなる。そう思うんです。イエス・キリストがありのままの自分を受け入れてくださる。そのことを知ったときに、以前のままではなく、新しくキリストの愛に生きる歩みを始めていこう、そんな出発となっていくんですね。イエス・キリストは、そんなザーカイに対して、今日、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、と言われました。このアブラハムの子というのは、神様の祝福を受け継ぐことのできるものという意味があります。つまり、ザーカイは、人々から今までは無視され、嫌われ、罪人呼ばわりされているような人でしたよね。でもそんな彼も、神様に愛されている大切な人ですよ、とイエス様は言われたのです。イエス様はザーカイの名を呼び、ザーカイの家に来てくださり、救いを実現してくださいました。そしてこの同じイエス様が、あなたの名を親しく呼び、あなたのありのままを受け入れてくださり、共に歩もうと招いてくださっています。この招きに応答し、新しい人生をあなたも始めていきませんか。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 530-8692 530-8692 支所箱215番、世の光です。
会がお送りする夜の光。夜の光の時間です。お聞きくださりありがとうございます。羽鳥よりかずです。現代において家庭にはさまざまな問題があります。聖書でも実際にあった家庭の問題が語られています。今日は旧約聖書サムエル記からダビデの家の問題についてお話しします。その問題とは、家庭内暴力と性的不貧困、さらに兄弟を殺してしまうこと、そして長く続く親子の断絶です。まずダビデの長男のアムノンが母親の違う妹を好きになり、彼女を恥ずかしめてしまいます。その妹の実の兄であるアブシャロムはそのことを知り、怒ってアムノンを殺してしまいます。自分の兄を殺したアブシャロムは外国へ逃げます。ダビデはただ長男アムノンの死を悲しむだけで、アブシャロムに対しては何もしませんでした。こうして3年が過ぎてしまいます。ダビデの部下ヨアブはこのままではいけないと考えて、賢い女性の助けを借りてダビデを説得します。ダビデは自分の間違いを認めて、アブシャロムが自分のところに帰ることを許します。しかしダビデはアブシャロムに会おうとしませんでした。ダビデはアブシャロムを完全には許すことができなかったのです。このように聖書は家族の問題とともにダビデの弱さ、そして罪を語っています。実はダビデは自分の息子たちが間違いを犯すよりも以前に大きな罪を犯していました。それは自分の部下の妻を好きになり不倫をし、それを隠すために王の立場を使ってその部下を戦場に送って殺してしまい、彼の妻を自分のものとしてしまったのです。聖書はダビデが罪人であったことを語ります。しかしそれで終わりではありません。聖書は神がダビデを悔い改めさせて彼に救いと回復を与えられたことを語っていくのです。聖書は私たちにもこう約束しています。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。神様は私たちの家族を救おうとしておられます。明日は日曜日です。ご家族でお近くのキリスト教会にいらしてください。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は東海福音放送協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 464-0044、 464-0044、名古屋市千種区自由が丘 2-10 世の光センターです。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。おかわりありませんか？岩井元です。最終月曜日の今日も、己のごとく人を愛した永井隆について学んでみましょう。明治41年、島根県松江市で医者の家庭に生まれた永井隆は、高校時代に恩師から初めてキリストの福音を聞きました。軍医として従軍した後、大学病院に勤務する中、永井はキリストへの信仰を告白し、洗礼を受け、クリスチャンホームを築きます。永井は使命として放射線医学を研究し、
一日に何百枚ものレントゲン写真を撮る中、自らが白血病になりますが、その後も病気の体を押して治療と研究を続けていきます。しかし、彼の人生を大きく揺り動かす事件が起こります。昭和20年8月9日、長崎に原子爆弾が投下され、爆心地から700メートルの長崎医大診療室で永井は被爆したのです。右側頭動脈切断という重傷を負いつつも、永井は布を頭に巻くのみで、他の負傷者たちの救護活動に当たったのです。投下された爆弾が原子爆弾であると知ったのは翌日でした。浴びすぎた放射線で白血病を患っていた上に、原爆の後遺症が永井の病をさらに重くします。それでも永井は被爆者の救護のため命を削って診療を行い、神の愛に基づいた医療を続け、多くの書物を書き残したのです。痛みを知るゆえの慰めが多くの人々に届きました。昭和26年5月1日に永井は地上の使命を終え、神のもとへと戻りました。告別式は長崎の浦上天主堂で長崎市民2万人が参列して執り行われ、弔電は当時の吉田総理をはじめ300通あり、出棺の際には天主堂の鐘に合わせて長崎中の教会、寺院の鐘、工場、鳩場のサイレンが永井の死を悼んで一斉に鳴らされたのです。神の愛に生きた永井隆の生涯は多くの人々の心に深く刻まれたのです。聖書の言葉、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。新約聖書コリント人への手紙第2、1章4節。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は中国地方放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 734-8601、 734-8601、 広島宇品郵便局支所箱6番世の光です。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？板倉邦雄です。今日はイエスの証人という題でお話しします。キリストの弟子のペテロはイエス様の証人として語り始めました。使徒の働き10章の続きです。さて、ペテロの説教はまず主なる神様から始まりました。皆さん、神様を敬い、正義を行う人は、どの国民でも神様は人を受け入れてくださることが本当によく分かってきました。この世界の創造主である神様が、すべてのものの主。この主とは、創造と摂理の神、贖い主なる神を意味していますが、イエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えたことは、聞いておられるでしょう。このイエスによる平和の福音は、洗礼者ヨハネが悔い改めのバプテスマを説いた後、イスラエルのガリラヤ地方から始まってユダヤ全土に広まっていきました。次にナザレのイエス様のことはご存知でしょう。
主なる神はナザレ出身のイエス様に聖霊と力とを注がれました。このイエス様は神様が共におられましたので、とても素晴らしい働きをしました。ユダヤ全土を巡回しました。私たちはイエス様の証人です。さらにペテロの説教は続きました。ところがユダヤ人はこのイエス様を木にかけて殺してしまいました。しかし神様はイエス様を三日目によみがえらせました。私たちはイエス様が死人の中から復活されてから一緒に食事をしたこともあります。それからイエス様は私たちにお命じになって、イエス様こそ生きている人と死んだ人の審判者として神様に任命された方であることを人々に述べ伝えるように言われました。旧約聖書の預言者たちも皆、イエス様を信じる者は誰でも罪の許しが受けられると預言しているのです。以上がコルネリウスの家の集まりでペテロのした説教でした。イエス様の証人としての説教でしたね。創造と摂理の神を語り、神様が使わしたナザレのイエス様の出来事を語りました。十字架にかかり三日目によみがえられたこと、そしてすべての人の審判者に立てられたこと、イエスを信じる者に罪の許しが与えられること等です。ペテロは自分のことではなくイエス様の証人となりました。自分の見たこと、聞いたこと、体験したことを語る。それがイエスの証人の役割です。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 910-8691 910-8691 福井中央郵便局支所箱9番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか？福井誠です。継続は力なり。聖書を一日一日と読み進むなら、不思議にも自然に養われていくものがあるものですね。今日も聖書を開いてまいりましょう。歴代史第2、34章15節から主の律法の書を見つけたと題してメッセージをお伝えいたします。ヒルキアは初期シャファンに知らせて、主の宮で律法の書を見つけましたと言った。ユダ王国が衰退し、もう終わろうとしていた時代です。8歳のヨシアが王となりました。彼は16歳で主を求め始め、20歳で宗教改革を始めていきます。彼の父アモンは全く神を求めないものでしたが、ヨシアは違っていました。彼は徹底した宗教改革者となっていくのです。何が彼をそのようにさせたのか。敬虔な母親エディダの影響があったとも言われますが、おそらく今日読んだ一節、主の宮で律法の書を見つけ、それを読んだ衝撃が大きかったのでしょう。彼は発見された律法の書を読む初期シャファンの声に耳を傾けながら、自分の衣を引き裂いてこう言ったとあります。主を求めよ。私たちの先祖が主の言葉を守らず、すべてこの書に記されている通りに行わなかったために、私たちの上に注がれた主の憤りが激しいからだ。彼は今のユダ王国の衰退ぶりを見、その手の施しようのない状態は何のためであったのか、聖書を読むことによって悟りを得たのです。
そして聖書の言葉に突き動かされて、彼は徹底した宗教改革者となっていくのです。そこで私がなぜラジオで聖書を語っているのかといえば、それも同じ動機。聖書が語っている言葉が真実であり、聖書が鏡のように私たちの生きるべき道を示してくれることを覚えるからですね。私たち人間をお作りになって、私たちの世界を支配しておられる誠の神様が生きておられることは確かなことです。誰もその神様に注意もせず、神様の言葉に耳を傾ける者がいないからこそ、社会は罪にまみれ、争いと不正に混乱しているのでしょう。ぜひ聖書を開いて読んで、人間やこの世について語っておられる真実に耳を傾け、人生納得して生きる道があることを知っていただきたいものです。では、良き一週を祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号990-8691、990-8691、山形郵便局支所箱72番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？板倉邦夫です。今日は神の導きを知るという題でお話ししましょう。私たちの人生は一寸先は誰も分かりません。一寸先は闇です。ですから私たちは明日はどうなるのか、将来のことが知りたいのです。キリスト信徒はいつも神の導きと計画を尋ねて祈り考えています。さて、使徒ペテロは今見た夢幻は何のことだろうかと一人思案に暮れていました。今見た夢幻とは、天から大きな風呂敷のような入れ物が降りてきて、その中に今まで汚れたもの、食べてはいけないものとされていた動物たちが入っていました。それを領受して食べなさい。と主なる神様がペテロに夢幻の中で言われたのです。主なる神様は3度もそのことをペテロに見せ教えられました。ちょうどその時です。コルネリウス百人隊長から使わされた人たちがペテロの滞在している家を訪ね当てたのです。神様の導きの第一は、神の言葉や命令が両者コルネリウスとペテロに与えられているということでしょうか。さて、ペテロは屋上でなおも幻について思い巡らしていますと、聖霊が語りかけます。ご覧なさい、三人の人たちがあなたを訪ねてきています。さあ、ためらわないで彼らと一緒に出かけるがよい。私が彼らをよこしたのである。この聖霊様による語りかけは、ペテロの心にどれほどの平安と確信を与えたことでしょうか。第二に、神の導きは不安や心配のあることに導くことはありません。そこでペテロはその人たちのところに降りていって、私がお尋ねのペテロです、どんな御用ですか。三人は答えました。正しい人で神を敬い、百人隊長コルネリウス様があなたを家に招いてお話を伺うようにとのお告げを聖なる御使いから受けましたので参りました。
ペテロは彼らと連れ立って出発しました。神のお導きの第3は具体的な招きでしょう。ペテロは信仰による第一歩を踏み出したのです。信仰による一歩一歩、そこに神は道を作るのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は岩手世の光放送実行委員会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 020-0066 020-0066 盛岡市上田3丁目 6-36 世の光です。